大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな？そう、港とクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか。ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。この世界にもはや道など存在しない。いい加減諦めをしねえ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。下がってここだ。くずかずだ。愚かな小説、愚かな伝統だ。消えろ。クズカゴに入った。さっさと呼べ。距離を取るか。クズカゴに入った。ぶっ飛ばす。愚かな行動だった。ぶっ飛ばす。認めたくねえけど、俺が夢で想像してる自分よりすげえ完璧だってばよ。さっさと呼べ。くらえ。当たらん。距離愚かな行為だ。決めるぜ。総力は今回だけだ。行くぞ、ナルト。サンキュー。あとは距離を取る。しぶてえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは
弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。このままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。十五。分かっている。十五の力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。さっさと呼べ。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。さっさと呼べ。Good.
す。イルカの力を知る。ナルト、次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。自分も人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。行け。お前らでは俺に届かん。違うな。お前たちごときに届かないのはお前の方だ。この俺は止められん。ただの一瞬も油断するな。分かってるってばよ。ごときにこの俺は止められん。
そんなこと、そんなことあってたまるか。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。なぜ俺はあんなイメージを。